ホームランのサインボールは今日の発表、そして勝ち投手とセーブを挙げたピッチャーのサインボール当選者の発表は明日ということになっています。この回のライオンズはベテラン金村からです。昨日のヒーロー、昨日はサウスポーの金田から逆転のタイムリーを打ちました。今年は春先から本当にこの金村が元気です。5本のヒットはいずれも打点付き。代打の切り札として活躍しているわけなんですが、こちらはお子さん3人です。金村選手のお子さん3人の息子さん、なかなかね、子供さんが野球が分かる大きさになるまで、そうですね、野球選手を続けるっていうのが難しい時代なんで、でしょうね、こういうやはり、姿ってのはいいことですよね。はい、お父さんのプレーぶりをじっと見つめている3人のお子さんたち。18年目、今年36歳になります金村。今日は子供たちの前でお父さんがハッスルできるか。よく見た。2-3。しかし本当に今シーズンの金村選手というのはボール球を振らないですね。そうですね、まあ、これがやはり相手ピッチャーが苦しんで甘い球を打ってそれを打ってる、風になってると思うんですけど、はい、今シーズンのここまでのアベレージは3割5分7厘。昨日に続いて今日もスタメン起用です。高め、あっとバット回ってしまった。143キロのストレートでした。この回先頭バッター金村スイングアウトの三振です。まあ、今ピッチャーからしたら、投げ損ない、うん、それが逆に、バッターの、打ちたそうなところへ行ってしまったんですよね、はい、打席には伊藤勤が入っています。初球打ち、伊藤が昨日は2安打しました。こちらもベテラン、今年37歳のキャプテン伊藤です。アウトコース、まあ、伊藤選手も、中島捕手がそうです、ね、スタメン起用が結構多くなっているので、ええ、本人としては不満でしょうけど、はい、やっぱり体力的に言ったらこの方の使い方の方が、バットもすごく振れますし、そうですね、体力的にもいいと思うんですよね、でも選手はね、常に出たい気持ちはそうでしょう、ね、持ってますけどね、あっとスイングアウト、148キロ金村、伊藤連続三振です。やっぱり伊藤を軸にして中島も併用していくと、そうですね、そういう感じでしょうかね、今年のライオンズ、やはり松坂の時は、中島の方が相性がいいですから、そうですね、そういうふうに起用されてますけど、それがいい方に出てると思うんですよね、ラストバッターの高木宏之です。
この回はまっすぐで押していきます川越。身長174センチで小柄なんですけども、なかなかスピードありますね、やっぱり見てますと、はい、そうですね、体がいいバネをしていますし、思い切って投げることができるピッチャーですね、はい、ドラフト2位でブルーウェーブに入ってきました。去年の都市対抗では MVP の橋戸賞を獲得しています。今度は変化球、当てただけ、三遊間、サードはカット。この回のライオンズは下位打線、7番、8番、9番と倒れました。2回の表裏は両チーム得点ありません。3対2、点差はわずかに1点です。